カルマ・フルカデイ・リュイスは、スペインの政治家、文献学者、教師で、2015年10月26日から、カタルーニャ自治衆議会議長を務めている。NGO 団体カタルーニャ語のためのプラットフォームの創設メンバーで、文化、政治団体オムニウム、クルトウラルのサバデー支部の執行部員で、2011年4月から2015年5月まで、カタルーニャ独立主義を標榜する。 カタルーニャ民族会議の会長を務めた。バルセロナ自治大学で哲学とコミュニケーション科学を学び、学士号を取得、その後同大,大学でカタルーニャ語文献学で修士号を取得した。1979年から1982年の間カタルーニャ州のスペイン国営テレビの番組ジラボルトにレポーターとして出演していた。 また1985年以来教育局で公務員として働き、1992年からは教育局カタルーニャ語教育部局で言語正常化調整委員を、2004年からはバリエス・ウクシダンタルで言語、微文化間、社会的つながりに関する顧問を務めた。また辞書や言語及び文学などの教材の著作があり、また言語計画や言語と アイデンティティに関して様々なマスメディアで論説等を表し、あるいは出演などの活動も行っている。尊厳委員会のメンバーで決定権のためのプラットフォームの会員でコミュニケーション委員会に加わっている。政治活動に関しては、カタルーニャ共和主義最悪の構成メンバーで2001年から2004年にかけて全国執行部に参画していた。 2003年から2007年の間、サバデーの自治体政府でアーク選出議員として活動した。2007年には候補者リスト第2位で自治体選挙に出馬したものの、アークは1議席しか獲得できず落選した。2011年4月から2015年5月までの間、カタルーニャの独立を主張する組織であるカタルーニャ民族会議の会長職についており、2012年のでも、 ヨーロッパの新国家、カタルーニャと2013年の独立へのカタルーニャの、未知更新での組織における最大の代弁者の一人でも、あった。2014年には、カタルーニャの文化とアイデンティティの擁護に貢献した、人にパルピニャーの自治体政府から贈られる、ジュアンブランカ賞が授与された。2015年の衆議会選挙では、独立主義派のカタルーニャ民主集中とカタルーニャ、 共和主義左翼が中心になって締結された協定に基づく選挙連合ジュツ通パル氏の統一候補者リストにおいてラウルル名場に次ぐ第2位に選ばれた。2015年10月26日、カルマフルカデイはカタルーニャ自治州議会において賛成77票の支持を得て自治州議会議長に選出された。ありがとうございます。